いやー、40代だし、全身トレンドアイテムで固めたいっていうわけではないんだけども、かといって全部が定番的なアイテムも、なんか退屈でパッとしない感じがするんだよな。全身の中で1、2点でいいからトレンド的なアイテムを取り入れて、なんとか意境地に見せたいんだけども、誰か大人に似合うような、適度なトレンドアイテムを教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん。こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、40代の大人世代に似合う、ちょいトレンド秋服、 5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りトレンドアイテムというのはですねなかなか40代以降の大人世代には縁が遠いものだと思っている方少なくないかなと思います。確かに全身をですねトレンドアイテムでコーディネートするのはなかなか僕らの年代的には難しいかなと思うんですね。かといって全身ドベーシックで固めてもそれまたですね人との違いが出ないしおしゃれなのかどうかがわからなかったりするのでなかなかですねテンションが上がりづらいのも事実かなと思います。僕 僕たち大人世代がファッションを楽しみ、まあ、適度にこう、イケオジを出すためには、僕はですね、トレンド感というものも、全身のファッションの中に1、2点ぐらいですね、取り入れて、漂わせるのがいいんじゃないのかなと思ってるんですね。そういった意味では、定番ベースにトレンドミックスというところを皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、じゃあどういったものを僕たち大人世代がトレンドアイテムの中からチョイスすればいいのか、これが分かりづらいかなと思います。そこで今回は、40代の大人世代にも似合いそうなですね、ちょいトレンドアイテムですね。この辺りを 厳選ししててて5点皆さんにご紹介をいいいきたいなと思っていますどれも最近のバキバキのトレンドアイテムというわけではなくて、ここ数年ですね、ちょっと旬な雰囲気のアイテムとして、いろんなショップで取り扱いが増えてきたようなものなので、今取り入れたとしても違和感はそんなに強くないかなと思うんですね。ですので、皆さんもですね、今回ご紹介する5点のアイテム、一つのコーディネートの中に全部取り入れるのは、さすがに無理ゲーだと思いますので、一つのコーディネートの中に今回ご紹介する5点の中から、まあ、1、2点取り入れるぐらいで、 それぞれの着こなしに散りばめながら使っていただくとちょうどいいかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、今後の買い物をですね、一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に40代の大人世代に似合うようなですね、秋のちょいトレンドアイテムをですね、皆さんに5点ご紹介していきたいなと思っています。早速1つ目からなんですが、こちらですね、ちょっと具体的にアイテムをご紹介した方が分かりやすいかなと思うので、今回はこちらをですね、ピックアップしてみました。アーバンリサーチドアーズの FL フライトジャケットですね、見ていただくと分かる通りですね、レザーの風合いのアウターになってるんですね。まあ、今季はいろんなブランドからレザージャケットだとか、 レザー風ジャケットが非常に多く出てきているので、まさにトレンドアイテムと呼ぶことができるかなと思います。こちらのですね、フライトジャケットに関しても、素材はですね、ほとんどレザーに見えるようなフェイクレザーを使っていまして、ラムレザーっぽいですね、風合いが楽しむことができるような、そんな一着になってるかなと思います。僕自身ですね、レザー系ジャケットは大好きで、これまでに何着も購入してきたんですが、なかなかですね、日常の中で使う機会がなくて、去年手放してしまったところなんですね。僕が手放してしまったものというのは、 今からですね、もう7、8年ぐらい前に買ったものなので、今のトレンドアイテムと比べると、やっぱりですね、時代の流れで、ちょっと古い感じがするものではあったんですね。まずデザイン面なんですが、いわゆるこう、ライダースジャケットと呼ばれるような、バイカーだとか、ロッカーの方が着てるようなテイストだったので、ちょっとこう、今の雰囲気にはなかなか合いづらいかなと思ったので、僕は手放してしまったんですが、まあ、今回ご紹介するものというのは、まずデザインに関しては、ライダースジャケットのような、ガチの雰囲気ではなくて、まあ、最近トレンド的なアイテムとしても挙げられているような、 なな系ののののアウターでですすねねサイズ感ももちょっっと緩さがああて丸みのあるようなフォルムのものです、ね、こういったものをベースにしていて、素材がレザーだとか、まあ、レザー風のものを使っているというところで、割と普段の生活の中に溶け込みやすいような雰囲気なんですね。ライダースジャケットになってくると、なかなか着るシーンに迷ってしまって、最近バイクにもならないし、バンドもやってないなと思うとなかなかライダースジャケットを着る気分にならなかったんですが、まあ、このようなですね、レザー風ジャケットであれば、割と普段使いはしやすいのかなと思っています。まあ割と ベーシックな襟型になっていまして、こっちに大きめのポケットが左右対称についています。サイズは少しゆるさがあって、ジップはダブルジップになっているので下からこう開ける形で内側に着ているトップスなんかを覗かせてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思うんですね。大人っぽく着こなすのであれば下にはですねニットを着たいだとか、あとはスラックスなんかを合わせていただければ結構ですねベーシックなアイテムとの相性も良かったりするので、これ1点だけ着こなしに取り入れるだけで今っぽさを簡単に出すことができるので一着あるとすごく便利なのかなと思っています。僕自身 ですね、レザージャケットを手放したばっかりなんですが新たに今シーズンですねレザージャケットを買い足してしまったんですね、まあ、それぐらい旬なアイテムになっているのでぜひ、まあ、皆さんもですね本革だとちょっと5万円以上になってくるものが多くなってくるのでフェイクレザーでも結構最近のものはよくできているものが多いのでこういったものからですねトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています はい、続いて2点目のですね、大人のちょいトレンドアイテムなんですが、こちらですね。ビューティアンドユースのハイツイストデニム5ポケットスタンダードですね。まあ、デニムなので定番アイテムじゃんと思う方が多いかなと思うんですが、その通りです。ただ、同じデニムの中でもシルエットだとか色合いで旬な雰囲気というところがやっぱり出せるので、今回ご紹介するようなデニムというのはまさに今っぽいデニムになってるかなと思います。僕たち大人世代からするとですね、デニムは定番中の定番なんですが、やっぱり やっぱり時代ごとにシルエットみたいなものも変わってるんですね。こちらのデニムに関しては、僕たち大人世代が昔履いてたような、まあ、タイトなデニムではなくてですね、割とゆとりがあるようなデニムの設計になってるんですね。少しシルエットはワイドめでストレートでストンと落ちるようなシルエットになってまして、まあ、決してこう太すぎる形ではないので、大人世代にも使いやすいような今っぽいデニムになってるかなと思います。で、色合いなんですが、最近のデニムというのはですね、結構カラーバリエーションもいろんなものがあるんですね。ブルーデニムもあれば、ブラックベース でちょっとこう色落ちさせたようなグレー系のものもあったりだとか本当に様々なんですが割と最近はですねあまり色落ちが強くないものですねこういったデニムのカラーというのも旬になってきてるのでまさにですねこちらのビューティーユースのデニムが大人世代にはまりやすいようなトレンド性の高いデニムかなと思っていますセンタープレスが効いているのでよりですねスラックス調に見えるというところも大人世代には似合いやすいポイントかなと思いますでデニムといえばユニクロでも買うことができるんですが大人世代であればちょっとですね頑張って気分が るるようなななももののを履くくでですすねね僕は悪くないかなと思ってんです、ねまあ、ビューティアンドユースのですね、この定番のハイツイトデニムはですね、まあかなりですね、日本国内でもですね、数件しか折れないような希少性の高いデニム生地を使っていまして、物自体のクオリティも非常に高い一本になってるんですね。そういった意味では大人世代にも納得のいくようなデニムになってるかなと思うので、トレンド感も漂いつつも、ちゃんと大人っぽく綺麗というところも抑えてるので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあやっぱりデニムを合わせるからには、その他のアイテムに関しては、ちょっと綺麗めに振った方がいい かなと思うので個人的にはこちらの方のようにですねブルー系のシャツなんかで爽やかに合わせていただければちょっと綺麗な雰囲気も漂いやすいかなと思うので大人世代にはマッチするんじゃないのかなと思いますということでまあ、久々にですねデニムを履くのであればややワイド目で色は濃いものを選んでいただければ大人世代にもハマりやすいかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらのようなチェックシャツですね。具体的にお伝えしますと、カルフォルニアジェネラルストアのペンドルトン CGS チェックシャツですね。これが非常に今っぽくて、大人世代にも似合いやすいような1枚かなと思っています。シャツというアイテムというのは、大人にはですね、欠かせないアイテムとして、結構な頻度で皆さんにご紹介してるかなと思うんですね。まあ、無地のブルー系のシャツなんかは非常に使いやすいですし、続いて使いやすいのが、僕はストライプ系のシャツかなと思うんですね。この辺りは結構ベーシー チックな範疇かななかかととと思思ってててままししそれに次ぐですすすね3番手のののシシャャツツ結構使いやすいいやがチェック柄ただ、このチェック柄のシャツというのはかなり難易度が高くて失敗するとおじさんっぽくやぼったく見えてしまうのでなかなか取り扱いが難しいんですね。ですが最近は古着ブームというところもありまして割とこうクラシックに見えるようなちょいやぼったく見えるチェックシャツというのが人気が改めて高まってきてるんですね。まあこういったところをうまく取り入れてあげるのがいいかなと思うんですがなかなか のの中ででででですすすすねね良良いいチェック柄ががが見つけづらかかっっったた今回ごご紹紹介介るものは非常にに、ね、バランスが良かったので皆さんに改めててきればなと思っていますペンドルトンといえばアメリカのですね、このチェック柄のまさに象徴的な存在かなと思うんですね。僕も大学時代にですね、ペンドルトンの古着のネルシャツなんかをですね、結構買い揃えてた時期があるんですが、そういったペンドルトンの象徴的なですね、チェック柄をベースにしながら、別注をかけていまして、襟はですね、レギュラーカラーになっていて、裾周りはラウンドテールになっていて、 ですね割とと季節を問わずに大人っぽく使使えるるようななな枚ですねアップデートされれていいいいいののでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います色に関しては、ブラックとグレーの基本的には2色で構成されていまして、チェックの中でもオンブレチェックと呼ばれるような、ちょっとこう滲み感のあるようなチェックなんですね。あまり細かめのチェックではなくて、大ぶりで、色もですね、モノトーンなので、割とチェック柄の中では大人っぽく使いやすいような配色になっているかなと思います。胸にはですね、左右対称にちっちゃめのポケットが付いていて、この辺りもですね、着こなしをちょっとした アクセントになってくれるのでなかなかかっこいいチェックシャツだなと思って思わずピックアップさせていただきました。まあ、これ単品で見るとかなりカジュアル度が高いので大人の着こなしの中に取り入れるのであればブラックのですねセンタープレスの効いた綺麗めのボトムスと合わせていただいたりだとかこのチェックシャツの上にですねロング丈のコートを着たりだとかあとはですねブラックのジャケットなんかを合わせていただくとですね大人っぽくですねコーディネートができるかなと思っています。これは1点取り入れるだけでだいぶ今っぽい雰囲気は出るかなと思いますしまあ、大人世代からするとですねちょっと 懐かかかししいいいいアアイイテテムムでででもあるなななとと思思うのでいろんな意味で楽しみやすすま僕はチェックシャツを見ると木村拓哉さんを思い出すんですよね。胸厚アイテムだなと思いますし、僕ら大人世代にとってはやっぱり欠かせないアイテムの一つかなと思うので、今っぽいオンブレチェックで上品に見えるようなこういったチェック柄のシャツですね。ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はですね、こちらですね、ニットポロカーディガンですね。これが今季はですね、様々なブランドからリリースされていまして、旬なアイテムの一つかなと思っています。今回ご紹介するのが、ビーミングのですね、別注タウンクラフトニットポロカーディガンですね。これが使い勝手が良さそうだなぁと思いました。ビーミングに関してはあまりですね、僕の動画の中ではお伝えすることがないんですが、僕自身もですね、結構好きなブランドで、ちょこちょこと買い物をしているショップの一つなんですね、ま。あ ま僕自身も愛用してるんですが、実は子供服がビーミング可愛いので、結構ですね、ビーミングの子供のダウンなんかはよく買っていたりしたんですが、まあその中でも今回ですね、ニットポロが非常に良かったので、皆さんにご紹介ができればなと思います。まずはですね、このアイテム自体なんですが、ジャンルはカーディガンというところになってくるかなと思います。T シャツの上にサライと着るだけで、簡単にですね、着こなし完成するのがカーディガンの良さかなと思うんですが、ベーシックなこう V ゾーンが深めのですね、カーディガンではなくて、ニット ボロのののようななな仕様になっているのがこちらのアイテムなんですね襟が付いていてボタンが上まで開閉できるようなデザインになっていますので割とこうレトロでクラシックな雰囲気が漂いつつカーディガンの使い勝手の良さというところもうまくミックスされているのでこういったアイテムは大人世代にはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います、まあ、サイズ感で言うとちょっとこう今っぽいビッグシュレットに振ってあるというよりは割とですねジャストサイズからちょいゆるぐらいの感じになっているのでより大人世代には使いやすいかなと思いますいつも通りの白無地 T にこちらのニットポールを着てグレーだとかブラック系のセンタープレスの効いたイージーパンツを履いていただければそれだけで簡単に着こなしが完成しますので僕はいつもご提案しているようなアイテムとの親和性も非常に高いアイテムかなと思います色はですねオリーブとブラックがあってどっちもいいんですけども結構野暮ったさの漂いをオリーブもかっこいいなと思ってまして白 T の上に着てオリーブのカーディガンそしてボトムスはブラックでまとめていただければ意外と大人っぽく着こなすことができるのでこれはかなり使い勝手のいいアイテムかなと思います または白 T の上にですね、ブラックのカーディガン着て、ボトムスもブラックで、ちょっとこう、モノトーンで揃えてもらうのも、なかなか大人っぽくて似合いやすいかなと思うので、これはかなり使いやすいかなと思います。ぜひ皆さんもですね、今季トレンド的なニットポロカーディガン、チェックしていただければなと思っています。 はい、ついてラスト5点目はですね、足元スニーカーをご紹介したいなと思います。今回ピックアップしてみたのはこちらですね。コンバースのキャンバスオールスター JOX ですね。こちらがですね、今季は個人的にも履きたいなと思っているスニーカーなんですね。まあ、最近はスニーカーのブームというものもですね、結構細分化してきていまして、相変わらずニューバランスは強いんですが、まあ、ちょっと数年前の勢いは落ち着いてきたかなという印象ですね。ニューバランスと同じようにですね、ちょっとごちゃごちゃとしたデザインである アシックスだとかもすごく人気ですしあとはサロモンだとかオンだとかホカだとかその辺りのですねちょっとこうテック系のスニーカーというところも相変わらず勢いがあるんですがまあ、その中でも結構コンバースのオールスターですね定番中の定番アイテムなんですが改めてですね再注目されているのでまあ、僕たち大人世代にとってはですね久々にこちらを履いてみるのもなかなかいいんじゃないのかなと思っていますまあ、僕自身もですねコンバースのオールスターは大好きで大工時代にですね何足も何足もですね履き潰しては快感 変えてというのを繰り返していたんですねその当時は僕はですねオールスターのハイカットバージョンを履いていたんですがまあ今買うのであればちょっとハイカットはですねいちいちこう紐をするのが面倒なのでまあ、ローカットが使いやすいかなということでちょっと履きたいなと思ってるんですがまあ、クラシックで定番的なモデルでだけども改めて再注目されてという意味では今ちょっと旬な雰囲気も漂うのがこういったコンバースのですねオールスターなのかなと個人的には感じていますで今回ご紹介しているのがですねメイドインジャパンモデルということで価格も14,300円 なななののでででで決して安安くはいいんんすすねももっとと靴の量販店だとオーールスター安いねなんでも買えるわけなんですがやはりですね、メイドインジャパンモデルというのは作りもすごく成功で仕上がりもすごくですね、上品なので大人世代にはより相性がいいんじゃないのかなと思います。まあ、せっかくですね、数年ぶりにオールスターを履くのであれば気分が上がるものですね。当時のものとはまたちょっと違った上品な雰囲気を持ったものが僕は飽きたいなと思うのでまさにこちらのですね、メイドインジャパンモデルは最適なんじゃないのかなと思っています。まあ、今回ご紹介したのはレザー系のジャケット 合わせていいいただくのも結構愛がいいかなと思うんですねレザーってちょっといかつい雰囲気が漂うので、まあ、そういったものをちょっとですね足元で柔らげてあげるためにもこういったコンバースのオールスターは使いやすいかなと思うんですねニットだとかスラックスなんかを合わせていただければレザー系のアイテムとコンバースのようなカジュアルなアイテムであってもちゃんとですねきれいめとカジュアルのバランスは取れるかなと思いますただ先ほどご紹介したデニムにコンバースだとめちゃくちゃアメカジ間が強まってしまうので個人的にはいつもご紹介しているようなブラックだとかグレー 系のスラックスですねそのような綺麗なパンツとですねこういったコンバースのオールスター合わせていただくとちょうどですねバランスが取りやすいかなと思うんですねボトムスは綺麗めだけども足元はコンバースでちょっとカジュアルさが漂うこのようなバランスがすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています、まあ、僕たち大人スタにとっては胸アツなアイテムなんですが2024年現在ではこういったですね大人っぽいオールスターというものが改めて人気が高まっているのでぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています しています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の秋のちょいトレンドアイテム5000ということでお届けをさせていただきました。まあ、僕ら大人世代はトレンドアイテムで全身を固めるのはなかなか難しいですが、着こなしの中に1、2点でもいいのでトレンドアイテムを差し込むことでだいぶですね、新鮮な雰囲気は作れるかなと思います。まあ、僕もですね、池王子を目指す身としてはですね、トレンド感というものを否定するのではなくて適度にですね、取り入れながら楽しんでいきたいなと思ってるんですね。まあ、今回ご紹介した5点というのはですね、 ね、割とですね、僕が普段ご紹介しているアイテムですとか、スタイリングともですね、親和性が高いものが多いかなと思うので、着こなしの中に1.2点取り入れるだけで、だいぶ雰囲気が変わるかなと思います。ぜひ皆さんもですね、気に入ったものがあれば買い足して、秋の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中では、なかなかお伝えしきれないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ を運営しししててまますす YouTube ののメンンバーシップチャンネルの方で詳めに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信も行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画じゃなくて写真と文章ベースで、僕自身が実際に買ったものだとか、最新のおすすめアイテム、 どんどんご紹介をしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに